スへようこそ。芦田愛菜です。子ども愛護絵画コンクールにたくさんのご応募ありがとうございます。たくさん悩みましたが、これに決めました。海水から水を作ったり、提灯あんこを家にするという発想が面白いなと思って選びました。私もこんな愛子の家に住んでみたいです。